私たちはこれまで自分の親やおじいさん、おばあさんを通して無意識のうちに仏教的な雰囲気に接してきました。ですから私たちの心、知識、あるいは生活の中には極めて日本的な仏教的な考え方が息づいています。そういう中で主イエスを知ることになったわけですから、自分のうちには聖書の教える人間の理解と日本的仏教的な背景を持った人間についての理解が共存していると言えると思います。そこで今回は人間観についてご一緒に学びたいと願っています。そこでイエスは答えて言われた。医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です。私は正しい人を招くためではなく罪人を招いて悔い改めさせるために来たのです。ルカ5:31-32。イエス・イエスがこの世界に来てくださったのは、私たちに悔い改めを進め、人生の方向転換をさせるためです。神の前にはすべての人が大なり小なりの罪を持っているわけですが、それを自分で理解しているかどうかは別問題でしょう。ですから、主イエスは、自分は正しいものだという人ではなく、自分のうちには罪があるという人を招いて、その人に人生の方向転換をさせて、救いに導くために、私は来たのだ、と言われました。キリスト教は、神が私たちをご覧になって、神が良いと思われる方向に導いてくださると考えるところに特色があります。神の目を通して自分を見ることの大切さが教えられています。聖書を読んでいくと、神が私たちをどうご覧になっているか、私たちが神の目に正しいと見られるためにはどうすればよいのかという神からの視点、見方を教えられます。こういうことには随分抵抗がありますし、違和感もあります。自分の人生なのだから、どう生きようと自分の勝手ではないかというのが私たちの理屈です。神があなたは間違っているよと言われても、私たちには素直にはいと言えない部分があります。しかしここにキリスト教の視点があるのです。自分で自分の人生をどう思うかではなくて、神が私たちの人生を見て何と言われるかが中心であるところに、キリスト教の人間観の特色があるわけです。これに対して仏教ではキリスト教の神のような絶対者を立てません。創造神はいないし、上から命令を下す者は誰一人いません。人間が人間を見つめる宗教が仏教です。人間のためにある人間による宗教ということができます。確かにお経を読んでいくと、その中に神々と呼ばれるものが存在します。しかし、神々というのは人間よりも少しレベルが高いだけです。仏教で一番の目標であり、理想であるのは仏ですから、神というのは仏よりも下に位置しているのです。キリスト教の神とは言葉は同じようであっても、内容は全く別のものです。トラさんで有名な帝釈天とか弁天様とか毗婆尽とかいう神々は全部インドのヒンズー教の神々で、お経の中にも受け入れられて登場してきます。ただこの神々とは仏に仕えると言いますか、仏と仏を信奉する人たちを守る存在として教えられています。ですから仏教の中には絶対者は存在しないと言い切ることができると思います。仏教とは人間がこの世界の中で悟りを開いてブッダになる道、方法を教えるものです。仏も私たちもお互いに仲間であるという意識があります。ですから私たち一人一人が悟りを開いて仏になることが目標になります。しかし、その仏は絶対的に命令を下す存在ではありません。あなたのしていることは悪いことだよと叱ったりする存在ではありません。私たちの先輩であり、先を行く人々であって、聖書で語るような神ではありません。お経の中でも
釈尊は弟子たちの上に君臨するような方として記されてはいません。まさしく指導者であり、先駆者であり、導き手として出てくるわけです。ですから仏教では命令するものと、それに従うものという上下の関係はありません。そこがキリスト教と仏教の違いの大きな点の一つではないかと思います。このことが人間観、私とは何かを考える上でとても大切な役割を果たしています。仏教において人間の一番大きな問題は何でしょうか。仏教を必要とする理由は何でしょうか。それは苦しみです。四苦八苦という言葉を耳にします。この苦しみから抜け出すことが悟りであると教えられています。私たちの人生には楽しいことよりもむしろ辛いこと、心配なこと、嫌なことの方がたくさんあるようにすら思えます。時々楽しいこと、嬉しいことがあっても、しばらくするとまた次の困難が待っているというのが人生のように思えます。苦しみの最たるものが4つあると釈尊は教えました。それは生まれてる苦しみ、年を取っていく苦しみ、病を負う苦しみ、最後は死ななければならないという苦しみです。八苦というのは、四苦にさらに四苦が加わるということです。愛する者と別れなければならない苦しみ、憎い人と出会うことも苦しみだよと教えます。それから求めても得られない苦しみ、最後は心と体が病むということです。これで四苦八苦というわけです。四苦八苦のために私たちはちょうど水に溺れた人のように、あえぎあえぎして暮らしています。この苦しみから抜け出すことが仏教の基本であると理解していただきたいと思います。この苦しみを解決するために釈尊は4つの真理と8つの正しい方法を教えました。これを仏教では四諦八正道と呼んでいます。人生の最大の敵は苦しみであることを知り、それをどうやって抜け出すかということで4つの教えがなされます。そして一番最後に8つの正しい方法、行い、正しい心の持ち方を教えて、それを務めれば苦しみから抜け出せるのだと悟りを開いた釈尊は教えたのです。なぜ人生に苦しみがあるのか、その源は何かと問えば、それは無明だと言われています。無明とは、すべてのものは移り変わっていき、これは絶対だというものは、この世にはただの一つもないのに、そのことを知らないということです。私たちの苦しみは、一生懸命努力して手に入れようとするもの、あるいは手に入れたものが、だんだん色褪せ、価値がなくなって、ついに全部なくなっていくということです。これだけはいつまでも変わらないというものはなくて、一番確かだと思っている自分すら、やがて年老いて消えていく存在である。自分の愛する人もいつかこの地上にいなくなってしまう。ところが私たちは、人生はこういうものだと思いたくないのです。ですから、なんとか頑張ろうとして諦めがつかず、それで苦しむのです。ですから、世の中のものはすべて移り変わって消えていってしまうのだということがわかると、苦しみから解き放たれます。私たちは時々、諦めが悪い人だねということがありますが、この諦めることを知るということが、すなわち悟るということなのです。これを無分別と言います。私たちは無分別という言葉は悪い意味に用い、分別があるというのを良い意味で用いますが、本来の意味は違っています。無分別が悟りの境地なのです。お経の中にこういう話が出てきます。一人の婦人が自分の子供が死んですでに腐っているのに諦めきれず、手放せません。なんとか生き返らせてくれる人はいないかと尋ねて回ります。釈尊のところに行って子供を蘇らせてほしいとお願いします。釈尊は一つだけ条件を出すから、それを探し出したら子供を生き返らせてあげようと言います。それは死人の出たことのない家を見つけなさいということです。インドという国は大家族ですから、
死人の出たことのない家などないわけです。その婦人は一生懸命に死人の出たことのない家を探します。ところが、訪ねていく家には必ず亡くなった人がいます。そして回っているうちに、この婦人は気づきます。どんなに可愛い子でも、いつかは死ぬのだと。で、こうして悟りを開いて、釈尊の弟子に加わるのです。一方、聖書では、私たちの人生の一番大きな問題とは、罪であると教えます。罪が苦しみを生み、そして死をももたらしたと。ですから、苦しみから解放されるためには、罪の問題を解決する必要があると聖書は語ります。そしてその罪の基準というのは、私たちが決めるのではなくて、神がお決めになるのだと語ります。神が善と悪をお決めになるので、それはいつの時代、どんな国、どんな状況の中でも変わりません。聖書の十戒の中身が国によって、時代によって差し替えられるということはありません。しかし仏教の場合は、善も悪、これは罪と言い換えても良いのですが、もう絶対者が決めるものではありません。罪というのは、前世の因果とか、前世でのお互いの関係とかがあって、忽然と始まったと書いてあります。ですから、時代によって善も悪も変わっていくものだ、国によって変わるものだと理解しています。善も悪も相対的なもので、ある国では良いと言われていることでも、ある国では良いことではない。あるいは同じ国でも、時代によって良いこととされていたことが悪いことだと言われることもある。基本的に仏教はこういうふうに理解します。善と悪は絶対者が教えるものではなくて、お互いの間の約束事であるということができます。キリスト教では自分たちがどう思うかとは別に、神が善と悪の基本をお定めになります。ですから私たちは神がお教えになった聖書の戒めに照らして、正しいことは善であり、悪いことは罪であると知るわけです。そしてその罪から解放される。罪を許されることが苦しみから解き放たれるためには必要なことだと聖書は教えているのです。聖書の中には罪の支払う報酬は死であると明言されています。私たちが生まれてから今日まで罪を犯していくその報酬としてその結果として私たちは死を味わうことになるのです。このようにキリスト教では人生の一番大きな問題は罪であり、その罪が死をももたらすと教えます。そしてその罪はアダムとエヴァから始まって、すべての人に受け継がれ、私たちも罪を持つ者として生まれてきたのです。聖書はそう教えています。ところが仏教では死の意味付けは違っています。お経を読むと人はなぜ死ぬのかというはっきりとした理由はありません。仏教では死というものは輪廻の一部分であって、良いとか悪いとかいうレベルの問題ではなく、それはずっと昔からあったし、どんな人でも死んでいくものと考えます。だから罪の結果だとか、悪であるとか、そういうものとは別のものとして理解するわけです。死はむしろ自然なものだと教えます。仏教では自然と言わずに自然と言います。ですから死ぬことは刑罰だという恐れはありません。おそらく多くの日本人は亡くなる場合、死そのものへの恐怖心はあるにしても、罪の呵責を覚えて死ぬことはあまりないのだろうと思います。死と罪とが仏教の場合で言うとつながらないのです。仏教で人間について考えるとき、どうしても見逃せない大切な点があります。それはすべての人は仏性を持っているという考えです。私たちの心の中には仏性というものがあって、その周りを罪業あるいは煩悩が取り巻いている。だから仏になれる性質を持っていながら、どうしても悪いことをしてしまう。そこで努力とか修行をするとか、お経を読んだり聞いたりするとかによって、罪業、煩悩を消していく、弱めていく。そうすると仏性が表に現れて悟りを開くことができると考えます。で、このように仏教には、
長い時間的な感覚で考えれば、どんな人でも最後は救われる、仏様になれるという考え方があります。仏教の人間観は楽観的です。罪の意識とか悲壮感が弱いのです。例外はあります。法然上人や親鸞聖人や一遍聖人は深い罪の自覚を持っていました。私たちもそうではないかと思います。教会に来て罪のことを言われ始めると、カチンときた覚えがあるのではないでしょうか。そこまで言わなくてもいいのではないかと思ったことがないでしょうか。教会に来続けていると、そんなものだと思うようになるかもしれませんが、最初来た頃はなんて失礼なことを言うのだろう、私はそんな悪いことはやっていないと言いたくなると思います。人間はもともと良いものなのだ、根っから悪い人はいない、ただいろいろな差し障りがあって煩悩に悩まされたり、在業のために良い部分が出ないだけなのだ、磨けば光る玉なんだ、しかしいろいろな余計な部分がくっついているから、お経を読んだり聞いたり努力を重ねていくことによって磨きがかかっていくのだという考え方なのです。物性を持っているということが仏教の人間観の大切な点なのです。だから努力ということに意味があるのです。それに対してキリスト教は、人間は神によって作られたものの、罪によって神の形、すなわち仏教でいうと仏性と対比されますが、これが破壊されてしまったと言います。もともと人間は神に似たものとして作られました。人格を持って神を求める心、物事を工夫し新しく作り出していく能力、善悪をわきまえる力、こういう神の本来の特性であったものを人間に分かち与えてくださったのですが、罪を犯したことによって神の像が原型をとどめなくなってしまったのです。ですから自力の可能性がなくなってしまいました。残るのは他力しかありません。つまり聖書ではイエス・キリストを信じる信仰、言うなれば他力の教えが語られているわけです。しかし教会の歴史を見ても分かるように、自分の努力や理性を強調し神の恵みが薄められる危険が幾度もありました。日本人は儒教の説く努力、勤勉の勧めも手伝って、私の心の中には仏様になれる性質がある、だからもっと努力して良いものになっていかなければならないと頑張ってきました。ところがなかなかそうはいきません。最初仏教も釈尊自身が布教した頃には他力的な要素はほとんどありませんでした。ですから原始仏教と呼ばれるものはほとんど自力の教えです。ところが自分を見れば見るほど、人間はやはり弱いということを認めざるを得なくなるのではないでしょうか。ちょうど主イエスがお生まれになった頃、仏教でいうと釈尊から500年くらい経った時、大乗仏教と呼ばれる他力を中心とする仏教が生まれました。そうやって仏教は2500年の間続いてきたのです。そして私たちの国の仏教を見れば、自力の教えも残っているし、他力の教えもあって、両方が混在しています。しかし、いずれもこの仏性を全ての人が持っているものと考えています。善悪の実例がキリスト教にも仏教にも出てきますが、特に人間関係における善と悪という部分だけを見ますと、仏教もキリスト教も極めて似ています。仏教でも良いことと悪いことについてはっきりと教えています。具体的な内容については、キリスト教とそんなに違わないことがたくさん出てきます。よく考えてみれば、神は人間をお作りくださったときに、良心を与えてくださっているわけですから、聖書によらなくても、何が良いことであり何が悪いことであるかをある程度判断できるのです。仏教の中で三悪ということが教えられていますが、一つは愚痴、二つ目は貪欲、三つ目は怒りです。これがなければ人間関係がどんなにうまくいくかと思います。他に十悪、十戒に相当いたしますが、出家したお坊さんが守るべき大切な戒め、在家の信徒が守るべき戒めがあって、こと細かに決められています。クリスチャンが納得できるような戒めがたくさん出てきます。
一般的な善とか悪とかを見ていきますと、仏教もキリスト教もよく似ています。ただそれを自分で守れると教えるか、守れないと教えるかの違いなのです。余談ですが、日本の仏教の中で釈尊の教えに一番近い内容をとどめているのは禅宗ではないかと思います。禅宗はインドで生まれた宗派ではありません。もちろん禅というのは仏教では大切なことですから、釈尊の時代に行われていましたが、それが一つの宗派としての形をなすのは中国においてです。仏教では裁きの思想というものはありません。閻魔大王というのはもともとヒンズー教から借用してきたもので、仏教の本道ではないのです。仏教の信徒の間では、閻魔大王は方便と考えています。人間が悪いことをしないように怖い存在が必要なので、閻魔大王に登場してもらった。で、これは人間を良き方向に向かわせるための方便だと理解されています。で、仏教には輪廻の思想が基本にあり、例えば私が悟りを受けずに死んだ場合、六道のどれかに生まれ変われるわけですが、地獄界、ガキ、畜生、修羅、人、天のどれかに生まれ変わります。誰かが決めるのではなく自動的に決まる。四十九日の間に七つの門を通るのですが、その中で自動的に行くところが定まると考えます。人間に生まれ変わることができるのはいい方で、一番悪い人は地獄に落ちてしまいます。私は九州におりましたが、みかんの産地には自動選別機というものがあり、みかんが流れてくると大きさに合った穴に落ちる。下に箱が用意されていて、自動的に箱詰めされて送り出されます。陸道の考え方をわかりやすく言うと、そういうことです。誰かが裁くのではなく、自分の行いがやがて自分を選び分けていくのです。まさしく自業自得です。行い足らずして地獄、ガキ、畜生、修羅に落ちてしまった人は、そこで苦しみを味わい、また今度は何かに生まれます。もう一度人間に生まれ変わることができたならば、やり直して悟れるように努力するわけです。これの繰り返しです。人生の4つの苦しみの中に、生の苦しみがありましたが、インド人からすれば生まれるというのは、何回も生死をやり直さなければならないという苦しみなのです。日本人にはなぜ生まれるのが苦しみなのか分かりにくいでしょう。しかし、輪廻のことが分かると生まれてこなければならないという苦しみが理解できます。ところが聖書には、裁き主なる神が教えられています。その神の前に出て、すべての行いが良いことも悪いことも、すべて神の御心に照らして裁かれます。私たちは行いでは当然合格点はもらえませんので、イエス・キリストの救いという恵みによって救われます。私たちの行いでは、神の律法の基準には到底到達できないのです。ですから、主イエスの救いがどうしても必要です。仏教の教えから言うと、基本は苦しみなのですから、罪がそんなにわからなくても、苦しみのことがよくわかれば、人は悟りの方向に向かっていけます。しかし、キリスト教の場合は、救いを得るためには、罪の問題を解決できないと、すなわち、自分は神の前に罪を持っていて、これは自分では改めることができないほど深いのだ、ということがわからないと、主イエスが自分にとってどんなに大切な方かがわからないのです。それが分かって信仰を持つことができます。ですから、教会ではいつも罪のことを話す。自信をなくさせることが目的なのではありません。自分がどんなに重い魂の病にかかっているかということを分からないと、救いは生まれてきません。罪が分かり、その罪を悔い改めることによって、私たちは苦しみや死の問題から解放されるのだと聖書は教えているのです。このように仏教とキリスト教を比較していくときに、自分をどう考えるかが随分違うことがわかると思います。仏教では根本問題は苦しみであり、そしてすべてのものは移り変わっていくことを悟れない人間の心からそれが生まれてくる。だからそれがわかるときに悟りに至ることができると教えます。なぜかといえば人間は皆物性を持っているからだというのです。
それに対してキリスト教では、人生の最大の問題は罪である。その罪が苦しみや死を生んでいるのだと考えます。私たちは神に作られた時に神の像をいただいたけれども、罪によってそれは再生不可能なほどに崩壊してしまいました。だから自分の力で救われることを期待できない。あとは神の恵みによる以外にない。キリストが私たちに必要である。主イエスによって救いが与えられ、新しい人生、新しい命へと導かれていくのだと教えています。私たちが最初教会に行った時に、罪の意識があまり強くないのは、また求道中でも自分の罪がピンとこないのは、日本的、仏教的な背景があるからです。そして自分の罪というものを忘れてしまうと、神の恵みも自然にわからなくなって、神の元から離れてしまうことが起こるのです。罪の深さを知るのは大切なことです。